どうも、お疲れ様です、えー。今回はね、潜在意識、そして潜在意識のあたりについて、またね、整理してお話ししようかと思います。まあ、よくね、潜在意識っていうと、なんか秘められた、まだ開花してない自分の能力っていうふうに勘違いしちゃうんですけども、まあ、そもそも潜在意識は何かなって言ったらね、もう当たり前すぎて、それが意識しなくても、とっさに出てくる行動のことだと思うんですよ。例えばね、目の前にパッと手をね、出されたら、ふっと目をつぶるじゃないですか。 これって潜在意識の働きだと思うんですよ。で、反応が遅いと、こういうふうにかわすこともできずに、バーンとね、食らってしまうみたいなことがあると思います。やっぱりね、目の前に何かがちらついたら、反射的に目をつぶったりとかね、あと、鼻に何かね、こう、むずむずっとしたら、反射的にくしゃみをしたりとかっていうことで、人間ってのは、無意識に自分の体を防御するようにできてるんじゃないかなと思うんですよ。で、この反応が遅いと、危険を察知することができなくって、 やられてしままううということといいこにななるのかなと思いますでもやっぱりね潜在意識という当たり前すぎる能力もうそこそこね身につけてしまう能力っていうと意識しなくても防御が働いたりそれから条件反射で別の反応ができたりっていうところじゃない限りはやっぱり意識しないといけないんですよね。あのよく武道とかで護身術ってありますけども護身術ってのは例えばね こう胸ぐらぐらっと掴まれた時にどういうふうに振りほどいたらいいかっていうのはこれはあの潜在意識の中にはなないわけなんですよだからまずは潜在意識としてこう手を逆手に取ってこういうふうに回していくんだよっていうふうに教わってあ確かにっていうふうに意識することによってそれが確知覚でできるわけですよねそれを何回も何回も繰り返していくうちに今度は手をふっと出されてかこうね掴まれる前にこの辺に出た時にもうすでに構えができているみたいなね。 それが身についてきたらあ潜在意識化されてるっていうのかなと思います。まあそのようにね人っていうのは、まあ、ある意味習慣ですよね。何かが起きたらどうするっていうふうな習慣を身につけるまでには一定期間の訓練が必要だと思うんですよ。まあですんで今までの暮らしを一日送っている中でじゃあ一日に5分とか10分新しい勉強してみようかなと思うとそれを習慣づけるまでに 無意識にその行動ができるまでにやっぱりこう3週間ぐらいかかるって言われてるんですよね3週間はこの行動をするんだっていうふうに意識してそれを無理やりにでもやることによって3週間ほどしたらそれをやるのが今度は習慣化されてますんで意識しなくても体が自動的に動いていくとかね毎日毎日ね7時半に起きてたのをじゃあ7時に起きようかなっていうふうにすると最初は 7時ぐらいに目覚ましをかけたり、二度寝しながら7時15分とかに起きたりとかしてしまったとかになるんですけども、そのうちに、やっぱ7時にね、自動的に起きるようになって、それこそ目覚ましもいらなくなったみたいなね。まあ、そんな経験をしたこともあるんじゃないかなと思います。というところでね、えー、今回は潜在意識ってのは、あの、自分のまだね、開花していない未知の能力っていうふうに思いがちなんですけども、実は全く逆で、当たり前すぎる能力になったんで、潜在化して、 特に意識しなくてもその能力が常に発揮されるよっていうふうな状態のことなのかなと思いますよね。となると未知の能力っていうのは未知なんで、やっぱりね、意識して拾いに行く、そして身につけるための習慣化っていう訓練をしなければならないのかなっていうふうに思ったりしますよね。はい、まあ実際ね、潜在意識っていうのは、でもそればっかりじゃなくって、本当に生まれ持った眠ってるままの能力っていうところもあるんでしょうね。だからその、 眠ったものの能力を呼び覚ますためのトレーニングなりヒーリングってのがもしかしたら必要なかもしれませんけどね。はいじゃあ今回は以上でございます。